日。なんかお菓子照明高くない？これ高いな。うん、別に高くても一緒よ。なんで私の眉毛がない。あれなんで何にもみんな喋らへんの？いや、なんかそわそわしてるから。エリカおいでやす、こんばんは。こんばんは。ということで何それお母さんみたいな。いや、今なんでこんな私がテンパってるかって言ったらその本番開ける前に選手ナンシーが10月10日にCD リリースするわってみんなと約束したやん、うん、そのことについて、うん、今開ける前に、うん、私に小声で明日他に10月10日の話を言おうと思ってるんじゃけどって言ったらオープニングバーンって始まったから、いや、それで今日そのこの放送を見てもらおう、1週間忘れてたのかと思って放送を見てもらって、それで言おうかなと思ったわけ。放送見てもらうんやったら選手の方がいいんじゃん。いや、今日も言って、そんな約束したんですよ、事後報告ですが、うんうん、選手、もう、テレビ出てたんだね。電波に乗せて言っちゃったと。そうそうそう、もう言ってしまったけど、頼んで。そらね。あ、てか、まずは、今日、恋愛体質、そして、カップリングには、前回、幸いにも完売させていただいた、うんうん、ナンシープロデュースの花束、うん、2曲配信スタートしました。ありがとうございます。おめ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 、はパチ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 。先週なし寝てたんだよ。寝てた、寝たっけ。私寝ようかな。一瞬寝た、一瞬寝てねえ。3秒ぐらい寝たんだだってなんか東京 MX さんの SSP 番組中も寝てたらしいからな。いや、だって結構自分の番組の時も寝よったらなしとかぐらいのって、あの時も寝ようってないし。あ、寝てたよな。一緒に寝るんよ、あれ。なる子の特徴なんですよ。そうそう、寝たくはないんだけど、気づいて寝とんだよ、あれね。ちょっと喋りたいから、ちょっと黙ってくれるわ。なる子レプスは分かったから。今日も本人の角が生えてますね。はい、いや、ほんで恋愛体質、本日無事配信リリースさせていただきました。ありがとうございます。それで、もう今ランキング落ちてたけど、ランキング落ちてたけど、一番いい時15位やった、あの iTunes、ああ、そうやね、レゲエランキング、うん、だからみんな、Android の人はもう逆にこう、iTunes のアプリをダウンロードできるやったら、それを落として、あえて iTunes で落としてください。そう、私も自分でレコチョクってか、私はパソコンでいつも iTunes カードで撮るタイプで、うん、携帯で音楽を聴く文化が私にないから、うんうん、私は携帯で聴かないから、うん、Android やけど携帯で落とさんながいいから、うん、知らんかったんけど、私 iPhone に iTunes がデフォルトで入ってることも知らんかったんやろか。デフォルトっていう意味は分からん。デフォルトっていうのは何それ何語デフォルトっていうのは元の状態ってこと、うん、ナーシーのデフォルトは男やねん。やけど勝手に今でも男だけど、おっさんだけどね。いや、あ、そう、元の状態ってこと。元の状態な、初期設定みたいな、それは初めからみたいな感じ。シューカーで言うとフォーマットという単語によく似てること。いや、フォーマットは全部こう、元の、最近そのコンピューターで覚えてちょっとちゃうな、何て言ったらいいのかな。例えばデフォルトを、じゃあ、オッケー、デフォルトをうまく作って、例文を作りなさい。はい、はい、ナンシーさんは、デフォルトでナルコレプシーです。あ、でもちょっと一個言っていい？私もデフォルトって意味知ったら、ここは3ヶ月ぐらいなんか、ショーツに聞いて。難しいよな。もうその話はいいです。ごめんって変にフォーマットとか使うのよ。まあその分からん、ね、言ったら初めの状態ってことやね。すっぴんみたいなことやね、言ったら、うん、ちょっとでもまあ初めの状態でもさ、アップルが入れとんねんけどな、多分。ああ、全然やっぱ分からんね。あ、だから多分そうやと思うで、あいつ出荷状態で、
あいつって何それは、スティーブ・ジョブズ。あいつデフォルトでナルコレプシーやからなみたいな感じやんだから。そう言うたよ俺。あ、なる後天性って言うの。あ、後天性だな。もうそれに備え付けられてるって。先天性だったらお前言うよ、失礼じゃねえかよ。あ、どっちやねん、先天性か後天性か。ごめんごめん、後天性やけど。なんでだよな、なんでだよな、難しいな、デフォルトを使ってね。その備わってるものじゃん、その、常に。失礼だな、それも自分そもうけなしたのだよ、だいぶな。え、なんでだよ、けなしない、そのおっぱいデフォルトみたいな。あー、後付けいうこと。もう怒ってるわ、いつまで。もうええやんか、別に。深く掘りすぎたってことな。多分そうやと思うよ。あ、そうそう、だからナンシーのナンシーと私の携帯はアンドロイドなので、デフォルトでグーグルが入ってますっていう感じ。俺もグーグルが入ってるけど、あ、入ってないかな。そうだって、あ、そうか、デフォルト iPhone やったら。そう、 iPhone はサファリ。あ、サファリ、サファリ、あのサファリってグーグル、サファリ。え、それ、それに続く第3のその検索なんてことあるわ。まだまだ。いや、グーグルとグーグルだけだろ。いや、それやっちゃうよ。ガグもグーグルもインターネットエクスプローラーも IE ってなくなってんだっけ。いや、まあ、あるよ。あのインターネットエクスプローラーもあれば今は IE やんやで。あ、ファイアーフォックスもあるし。みんな簡単に言うけど、私はパソコンで小さいヨガ打てる人間だから全然わからないんですよ。ちっちゃい2もじゃあ無理。小さい当たり前だぞ。それどころか2する間違いし、小さい C とか入れようかな。もう王女したんで。まあそんな感じなんです。ほんでそれなので、私も知らんかってんけど、なんかアンドロイドやけど iTunes をアプリでダウンロードすればその iTunes ランキングに貢献できるよって言われて。そうやね。で、私がそれやってへんから知らんかったけど。そういうことやねっていうね。そうそう、っていう話をしたかっただけやね。でもなんかこれ誰も T シャツに触れてくれ。そう、ほんでこれ T シャツエルクティ。おお、かっこいいな。おお、かっこいいな。これができまして、出来上がりました。ナッシーさん、エルクストリートさん、こんばんは。あ、フレッシュにもコメント来てる。新曲聞きました、よかったです。おめでとうございます。お疲れ様です、ぼくちゃん。こんばんは。先週最高に面白かったです。先週はって、今週も面白くする、頑張って。初期設定って言ってるわ。新曲リリースおめでとう、おじさんありがとう。おめでとうございます、もみちゃんもありがとう。T シャツめっちゃかっこいいってこう後付けでこう言ってきて、今、遅いね、ちょっと。かっこいいな、これな。気に入ってる、私も。結構生地も別にいいしね。生地いいよな、これ。これ2800万円やからね、みんな帯でいっぱい持ってこなあかんだよ、お金。28個いい、ね、帯やってたんやな、あれ。これ、これいつ先行発売なんですか、 T シャツは。金曜日今週の。そうです、渋谷 J-POP カフェに行って。そう、はい、何しも出演するんで、久しぶりに。そうです、それでチケット売れよ、言ってから、なんか脅しのようなのやるよ。ちゃんと集客頼むぞ、お金って。そのこちらでします、じゃあオープニングで。あ、そうやね、せっかくなんで。まあこの恋愛体質の今日の、あれ今日恋愛体質と花束の永遠ループじゃなかったの。これまあだからオープニング終わってから花束を渡さなかった。そんな感じで本日もわちゃわちゃみんなにちょっと感謝の気持ちと恋愛体質の話とか花束の話を交えつつ、今日もいただいてる質問とか答えていきたいと思いますので、1時間お付き合いください。ダン消せランパさん。ああ、知ってる、消せランパさん。消せランパさん知っとるけど、あれは消せランパさんちゃうで。
あ、見た。あれはなんかの趣旨や。絆パスなんてあんなもんね。趣旨ってあるの。どれ検索でちゃんと顔あったで。嘘じゃん。ほんま。全部あるやん。あれ顔あった。虫だ。韓国の種だろ。こんなでかいねんだって。そんなんだよ。あ、それだったらそうだな。そう、こんなでかかった。まあ、いつも違う絆パスに捕まえてから違うって言われる。だからなんかそれタンポポベニアザミとかの種とかだったらああなんか言ってもそんな感じでどこででもおるらしいねんけど、うん、なんかあの東京であんまり見えへんよね、うん、なんかそれを見つけた幸せになれるとかいう あれお城あげたら増えるもんならしいな、うん、どうやってなんであれ増えんのやっぱ知ってるねんそういうと私ケスランパスラン知らんくってさ、うん、いやびっくりした初めて見た西東京によくいるようやって、なんかラム普通にこうやって思ってたわーとかね、それあれやでみたいな。西東京ね、西東京あと他に狐付きとかいっぱいですよ。まあ、ケスランパサランが生物っていうのを知ってる人は少ない。あ、やっぱり生物だ。あれ種じゃね。でも私は知らんくってケスランパサランで検索したら、妖精って出てきたね。ネイバーの妖怪とかな。妖怪とか。だからまだ何者かっていうものはちゃんと発明解明されてない。ほんで俺それだな、ツイッターであげてんや。ほんならあのヤフオクで売ってますよ。ヤフオクで当時ランパサラン。そう、これ1800円で売ってんねん。私も見てんけどそれ。なるほど。何分で売るの1800円。へぇ。売れんねん。あれびっくりしたね、あのオオグソクムシ深海あれ食品として売れるもんな。あ、そうなの。食品なの。大オオグソクムシって売れるもん。売れるもん、あれ。いや、あれこんなやつやろ。真空パックになって、なんか毒らしっけ。マジで。食べ物らしいよね。あ、なんかなり始めた。大オオグソクムシちょっと違うな。そう、パイプオルガン。おお。はい、ちょっとじゃあ恋愛体質を花束の話しようかな。はい、恋愛体質、花束リリースダウンロード配信リリースさせていただきました。で、花束に至っては、まあ、CD 買ったよって言ってくれる人がすごい多いんですけれども、あのそういう人たちのためにも、あの音とボーカルのリテイクをちゃんとしているので、よかったらまた1回目の花束はあのナンシーの意向もあってちょっと説教っぽく歌ってくれという感じの、うん、ナンシーのすごく要望があったんで、で、あの時は、まあ、みんなにも言ったけど、ナンシーがあれをリリースしてくれた CD やったよね。だからナンシーがこう歌ってっていう要望に応えてちょっと説教臭く歌ったつもりやったんけど、そう、今回はあのエルクからのリリースということで、あのちょっとあの本当にみんなの顔を思い浮かべる感じの温かい気持ちをで歌ってみたっていう、ちょっとその自分の中で説教臭く歌ったのと、こう温かい気持ちで歌ったのと一応違うんで、まあ視聴だけでも聞いてみて、うん、聞き比べ、ちょっと NHK っぽいもんな。NHK だ。そうそう、ほぼもう温かい、もうあの柔らかい笑顔でうなずいてくれましたってい もうみんなの顔を想像して歌ったけど、前はなんかどっちかって言ったらこう自分に説教みたいな感じで、東京 MX ポッカスもな、そうそうそう気持ちね、NHK そうそうそうって感じ。結婚式でなんかそう結婚する予定ないけど、誰一人で乗りツッコミしてる人家宝にシーヒンクともいいで、別に T シャツ欲しい、おぐちゃんで恋愛、あ、おぐちゃん28日エルクストリート8時35分から出番なので、もし仕事の人とかでも間に合う方がいらっしゃったらぜひ駆けつけてくれたら嬉しいです。で、T シャツ2800万円ですが、本当に毎年夏はエルクグッズ作るって決めてて、で去年うちわやったから今年 T シャツぐらいのノリで作ったけど、結構みんなが反響が良かったから、28日に売り切れたら再販しようかなと思ってます。で、遠方の方とか通販してって言ってくださってるんで、ちょっと代引きの兼ね合いとか考えてできたらやっていこうと思ってるので、でも東京近郊の方はできれば28日に完売することが目標なので、できれば28日にゲットしに来てくれたらとても嬉しいです。ほんで、恋愛体質に至ってはなんかみんなもうちょっと明るい曲やと思ってたって。私はまだ SNS であんま見てないねん、みんなの感想を。恋愛体質あれ思ってたらもっとなんかポップでアップテンポと思ってたみたいな。ああ、そうなんや。それはね、ちょっと違った。
あ、仕事から来たミキちゃん。ダブルバラードとは思わなかった。あ、そういうこと。ダブルバラードっていうんだ、そういうパターンを。いや、まあ知らんけど。花束ってでもミディアムテンポじゃない、バラードなんかな。バラードか、今回バラードになったよ、そう、歌い方で。あ、歌い方がな、うん、そう、BPM も一緒やけど。ダブルバラードって何。いや、多分その2曲ともバラードっていう意味を言ってるだけやと思うんだけど。今回の花束は、仕事からただいま、おかえり。今回は花束、確かに歌い方が優しいですね。あ、そうなんです、うん、今回はそうなんです、あの、本当そのつもりで、うん、そういう気持ちで歌った感じです。だからライブに近いかな、結構ライブの時そういう感じで歌ってたから。あ、うん、そうそう。なんかこのキャップ欲しいわ、俺、このエルクストリートの。それはあるわけないんですよ。それダブルバラードって言葉のあやでしょって。あ、言葉のあやの、あやってこのあやの、あやはそのあやの。え、ほんま、嘘、絶対ちゃう、このあやちゃうよな、絶対ちゃう。あやってどんなあやっていう字が来るんやろ。あやういちゃう、あ、ちゃうよ、絶対ちゃう。それやったらあや、もう、あ、でもそれだったら怪しいの、あや来るわな、確かに。そうじゃない、怪しい、あや、あや、あやとりのあやでしょ。あ、そうだよ、ね、それ文って書くんだ。あ、そうだよ、そっちか。あ、あの文、言葉の文って書いてあや、はい、あ、なるほどね。むちゃ難しい。あ、やっぱそうやねんな、みんな平日やから行けないよって言われたけど、まあしゃあないな。でも日曜日ストリート、川崎で7月30日。あ、50、はい、あ、そうなんだ。前も言ってたよ、行くって言ってたよ、私が。ノリノリで、それ以外じゃん、それは。あの、します。ツーリソウルは行けたらって言ってて、あ、無理やってんけどな、うん、だから30日金曜日来れない人は30日ぜひ川崎まで会いに来てください。その日まで T シャツ余ってたら持って行ってるんで。私もキャップ欲しい、カミタ。私も欲しい、ないねんこれ。ないねん、俺も欲しい。そんで恋愛体質感想聞きたいよな、でも怖いよな、もうめっちゃ不安やった。あ、ちょ、こんな感じの曲。うん、あの、夏っぽいやな。あ、夏っぽい、夏っぽい。じゃあその方がレゲエっぽい感じだから、じゃあ、なんかレゲエ、夏の夕方っていうか、あ、夏の夕方っぽい、夏っぽい、ね、あ、夏っぽさを感じた。あー、嬉しいよ、ほんま。そうなん、あ、それはちょっと嬉しいな。季節としてはいいと思う。あ、それでいい。花束どうしてもなんか春イメージ。あー、まあ花束やしな。あ、確かに冬っぽくはないな、うん、冬っぽくはない。あ、冬っぽい歌は何かやろう思ったな、それはそれなりの。今回はあの音がレゲエっぽいんですよね、うんうん、そうやね、うん、そうそう、うん、J-POP レゲエって感じかな、うん、ジャパレゲエっぽい音にして、へぇ、夏っぽさを感じたね。両座スカイ、その両座スカイウォーカー。大学会やね。湘南で流れてそう、嘘、誰か流してそうなんで。湘南に住んでる人、なんか一曲じゃあプレゼントするわ。湘南のエルクはちょっとやめてください。湘南の風にしばかれるわ、ほんま。しかも、でも私小田原やからな、お父さんが。あ、そう、うん、小田原ってあの車湘南ナンバーになるから。あ、私なんか湘南にしよう、湘南に。もう迷ってるやん。迷ってる。今日は全然質問コーナー行かないですけど、質問、なんかちょっと余韻に浸ってね、あ、嬉しくて。なるほど、ね、そう、ダウンロードが、うんうんうん、ありがとうございます。本当に20でもぶっちゃけ CD も買ってほしい。ありがとう。 CD の方が買ってほしいよ、俺は。いただきます。もうそんだけやったら。でも私CD も買ってほしいけどダウンロードもしてほしいわ。ちゃう。いや、それあ、でも CD のね、やっぱ C とかあるからな、歌詞とかやっぱ見て、こうやって見て聞いてほしいよな。なんか、あのダウンロード、まあ、歌詞探すのめんどくさいよな、あれはな。歌詞探すって歌詞探すから、もうネット検索とかでな、ネット検索した後、今度結びつけるんだろ。そしたら歌詞の出てくる速さと今度あの曲の速さを一生懸命好きなアーティストはやっぱり円盤買いでしょう。円盤買いって言い方がなんかすごいな。円盤買いって、円盤ってこのあの CD の盤でしょ。7インチ7位だけに。これ CD も買う。ありがとうございます。ありがとうございます。海の家で聴けたら最高だね。そうなん、てか、あの LP 作りたいよな、7インチの。さっき書いてて、7インチってどの大きさなの。今度その、なんかこれ今とある人がいて、レコードを出したいんですよ。あなたの曲を出したいんですが、うん、プロデュースしてくれるってこと。え、あなたの曲を、私の曲を出してくれるというんだけど。おうおう、いいよ、いいよ、よかったよ。出しまいよ、7インチで出そう。いいよ、いいよ。
長インチって何 DJ 光太郎っていう人だね。もうあかんねそれは。あかんな。これ見とったらどうすんだって。こんなきっと見てないこんな。アプリミュージック歌詞ないの？え、登録できるの？ごめん全然知らんそんな。え、そんなできるの？歌詞が。え、してないかもごめん。全然知らんそんな。そんなできるの？CD 買って。あ、でもこれあの配信スクショ送ってくれたら私歌詞送るわじゃんもう DM かなんかで、うん、ちゃんと買ったよって言ってくれたら、うん、ナックファイブで聞きたいな。あもうリクエストしてナックファイブとか。え、大宮のナックファイブもスタディオ歌ってんのよ。配信してたらさ、うん、いけんのリクエストしたらできるできる。あ、じゃあもうリクエストしてして。リクエストできるはずやで。してほしいなそれは。いや、向こうならどうやってくれる。バックミスやねんけど。夜も引っ張れ。さっきのタクシーの運転手もこっちの方がいいって言ったの。これとあのラブソングガールのリンダリンダをタクシーの後ろで歌ったんだけど。あ、そういうこと。私恋愛体質とかあなたも聞かせて、あなたもの方がいいって言われた。なんでそんな気がショックなこと。恋愛体質は歌ったこと知らんもん、まだ。今初めて出撃だから。今日はゆったり配信です。話終わった？あ、何を？え、何喋ってんの？いや、分からへん。タクシーの運転手でしょ？うん、タクシーの運転手。今日はなんかゆったりですね。ナックファイブで、あ、CD はいくらですか？ CD は2曲入りなので1000円税込み1080円。なんですけど、80円がなかったら1000円でもいいです。私が歌舞伎町で売るわけよ。で、エルクから買ってや、ちゃんと。私が歌舞伎町で売るのよ。エルクの知り合いはエルクから買ってな。な、今週の土曜日から、あの、私がこうやるわけですよ。あれ、アイラブ歌舞伎町の下で CD 並べて毎日ね。そうそう、それが私の日となるということで、じゃあ一回 CM に行って今日の質問コーナーに行きたいと思います。ドン。匠さんってなんでそんなカリスマなんすか？俺はカリスマなんかじゃないよ。やる気と根性さえあれば俺みたいにかっこよくなれるよ。一生ついてきます。君もロミジュリでホストしないか？行きましょうだな。頭出た。質問に行きます。晩ご飯の話するけどな、私が。そう、俺の考えてんのに晩ご飯の話とかしてくるから。晩ご飯で思い出したけど、みんな土曜のうち昨日やったけど、うなぎ食べた？食べた。俺も食べたけど。昨日土曜のうち。嘘。昨日土曜のうなぎの日だよ。そんなうなぎ。そんな日だったんだ。そう。ということで質問いってみましょう。エレキでおいでやすでは毎週質問やリクエストいろいろ募集しております。すべてのお問い合わせは下にある elkst.info@gmail.com まで。ということで質問いきましょう。ドン。昨日はニンニクチャーハン食べた。うまそう。それ何それ。昨日めっちゃそれ食べたな。めっちゃ食いたらたわ。ニンニクチャーハン差し入れして。もう何それ、うまそう。リリレアデスリーズおめでとう。ありがとう。そして花束もちゃんとニューバージョンダウンロードしたよ。ありがとうございます。28日の時間がどうしても仕事出てくれないから、 CD は送れるけどごめんね。次会った時に買うからね。分かった、ありがとうございます。新曲の感想とにかく新鮮だった、うん、ジュラタの新境地って感じがしました。新境地だ。あれは誰の作詞曲なの？それなんか選手も言ったな。今回は私が作詞作曲です。ああ、そうなんだ。うん、うん、まあ、音はトラックはおかんじゃん、うん、まあまあそのラップはあのしょっちゅうやけど、ラップなんかわからんけど、あとは何かな。でも新鮮って言われるよな。なんかエルクっぽくないって。なんかツイッターでもなんか大阪でダウンロードしてくださった方がなんか、あの、いつもジュライ、いつものジュライさんじゃないような恋愛の今回女の子っぽい歌で
新鮮ですみたいな女衆がしとるわけね。そうなんかだからでも私は、うん、だから恋愛体質が結構歌うのが恥ずかしい曲やねん。なんか照れてしまう、うん、だいつもこう頭の中どうなってどっちか心の若者やとか言ってんのに、ね、だけどとか言うのがすごい恥ずかしくてそれちょっと恥ずかしいかもやろ、うんうん、だから結構ライブ金曜日今から緊張してる、うん、そうなんか昔自分がまだこうやって人前で歌う前ってやっぱラブソングって一番共感しやすいやどんな人でもまあ分かりやすい、うん、一番分かりやすいしやっぱ中学生高校生ってやっぱそれが一番興味があるから、うん、ずっとラブソングの全部こうやんか聞いてた時に自分の好きなアーティストがそうやってラブソングを歌ってくれへんかったすごい私は嫌やってんやんか、うん、なんでラブソング歌ってくれへんのってそんな説教みたいな曲嫌やって思ってた時があったんやけどそのアーティストさんがなんか雑誌のインタビューでなんかあまりラブソングを引け散らかし歌うのはなんか俺は恥ずかしいんですよって言ってるアーティストさんがいてみんなそれがめっちゃわかるというかわかるめっちゃ恥ずかしいよなラブソングって歌うのなんか自分の普段見られたくないところを見られてる感じというかラブソングあんまり好きじゃないんだなこれがって好きちゃうんかいでもラブソングあんま好きじゃない人もエルクは好きで入れると思いますだってラブソングが少ないからそうやねあってもあの五右衛門と花魁のラブソングとかあんま共感できへんと思うしわけわからへんなあれラブソングなんだだって花魁と五右衛門が恋をするあーそうかそうか最後は頃まで抱きしめたいとか言ってるやん、うんうん、あれもあれやで花魁がこう五右衛門についていくボニー&クライドみたいな話でちょっともうジャンルが増えたね確かに確かにサムソツは配信しないの配信はいやもうちょっと待っててじゃあ7月も終わってまうけど7月末までか8月のほんま早いうちにもうこれの10倍ぐらいビッグなニュースがエルク一人で控えてるんでもうそのためにもう今もうほんま必死になってるうちの一つがこの恋愛体操のリリース花束のリリースなんで、うんもうこれで喜んでくれた人はあと10倍は多分感激してもらえるようなことをいろいろ用意してるので、うん、10月10日もあるしね10月10日もあるしねあなのでちょっといろいろほど待っててください待たせたばっかりけどいつもありがとうということで質問2個目どん今日なんかおとなしいないやあのなんかそのちょっと恋愛体質が今日変じゃないですか。そしたら聞いてないものとしてはあの かじりつけようがないんだよね。じゃあこれちょっと、この恋愛体質リリースおめでとうございます。やろう恋愛体質のことああそうだね。ならナンシーさんの恋愛体質ってどんな体質ですかと私恋愛のことを聞くやつが一番おかしいと。ああね。ナンシーは聞いてないじゃん。私がめっちゃ仲いいけどそんな別に聞かせてくれる聞かせてくれるっていうか車の中で聞かせてくれるっていうか忘れんねんないつもなだあじゃあ車で聞かせるわって言って車乗って喋って結局忘れてっていうのが続いてたんですよねもう聞いてないのか出直してきたらもう出直してくるわそうなんやったらもう二度と出えへんねん恋愛テストリードおめでとうございますありがとうございますやっとダウンロードできましたありがとうございますエルクブシではなかったけど素敵でしたありがとうございますまさに女のリアル男のリアルな感じが聞いてて面白かったですちなみに恋愛の曲をメンバーで出すとき2人で言いながら書いたりするのですかそれとも1人ずつ書いて合わせるんですか結構マニアックな質問だねナンシーは今までどうやったバンドをやってたかやんか、うん、そういう時って全部1人が担当するの1人でやるのああ違う歌詞はね書く人が、いたの いたなその人の歌詞はすごいつきやすいのあの敵か味方かわからない書いてたりとか数ってやつもね、うん、昔はバンドやってた時に私がドラムやってた時にその僕みたいにやってたやつがそれあれから詞はうまい、うん、もっと歌詞の内容ドロドロかと思ってたってこれ言われたわあそっちが良かったんかなそうそう私また不安になってきた結構なに詞の内容はなんかこうやっぱ若いねちょっと可愛い女の子やねんああなんとも取説系な取説系って言われ取説系かもね西野カナ様に申し訳なさすぎるけど私あんな声でもないしあんなキャラでもないし一晩寝かせたカレーぐらいドロドロかと思って二日目じゃなくてよかったわあじゃあ二日目だなんか濃くないなんかよくあるパターンみたいな恋愛じゃないこれって分からんあーその詞を読んでねえけどやっぱり食いつけるやもんな、うん、それ薄口薄口やあもっとじゃあ恋愛体質も2出そうかな
まあ、めっちゃもうなんか激しくあれどうなったあの人なんでこんなことになったみたいなあんなギュッとしていてとか言った女がこんなことになったみたいな、なんでも通貨みたいな、結局は金かよ恋愛対象の恋愛は結局金だったみたいな。待って、先週からその話ばっかりや。お金ちゃうし、お金は大事なんだ。あ、でも先週ほんまに私この人に吉野家でいいでって言ったら、吉野家はやめようってナンシーが言って、結局つるとんたん行ってすだちうどん食べたな。クソだよ、吉野家みたいな。そのほんまその後ファミレスに行く予定だったんだけど、ちょうどそこがラストオーダーです。助かった。あ、そうやな。課金するんで出してください。 B、 え、何どういうこと。借金してでも買います。え、何の話してるんやろ。え、私の肉体そうでないやろどうぞ。2を2を、いやさ、借金するほど売っても高くないから安心して。今回も配信200円やからな。200円借金200円なんだ。そうやで。そのうちいくら儲かるんですか。なんでそんなこと今ここでやってたら言わなかった。いやいや、前から疑問なんで。90円ぐらいじゃん。あ、ほんま。そんなないか。分からん。どんなもんなんやろな。知らんわあれ。いや、それだったら死んでえな。いや、分からん。いくらぐらいなんだろう、あれ。実際知らんわ。ぶっちゃけその配信業者によって仲介は違うんちゃうかな。そうや、仲介手数料とかあるやな。はい。あー、でこれやな、はい、私らは詩を一人ずつ担当する時もあるけど、うん、基本的には私は、あ、A メロできたらこんな感じピッと送ったり、うん、サビ送ったり、しょっちゅう送り合ってる、うん、あれは全部できてっていうよりちょこちょこ送ってる。あれ、これどうだったかな。なんか送ってきたゼライの歌詞の内容に沿って書いてみたみたいな。うん、そうやな。そういうことの方が多いかな。2人で書くって言ったらもっとなんかややこしいんですね。でも2人で書くけど、そのテーマは一緒や。例えば花束っていう歌を、まあこれはナンシが作ったけど、例えば花束を共作にしましょうっていう話が、例えば、あ、言ったらあれもそうやったん、あのリンダ、ママへの手紙。あれはもうナンシが初め1番作ってた、私が2番書いただけやけど、あのウィーラブ日本とかさ、ナンシがここを歌うからこの18小節どうぞみたいな、そういう場合もあるから、それやったら別に一緒にこう歌うわけじゃないから、そこは自分やりたい。1曲作るのがちょっと短いみたいな感じ。意見ぶつかり合ってしないの。ああ、する時もあるで。え、ダッサ、何これとか言うけどな、全然お互いめっちゃダサいと思うで、この歌詞とか全然意味わからんやん、日本語なってないんちゃうとか。ブルクブスの曲が音声に変わって音声ってから何、あのフォルテシモ、愛が全てしまう強くぞ。エルクじゃけど、どうも。あ、でもそれがチューブの前でさ、意味で聞き取れたとこだけど、エルクっぽいなって思ったのかな。カミタンが、カミタン、あ、サムソゾ配信期待してていいの。期待してて、オグちゃん、絶対チューブの前だ。早く歌詞を見ながら聞きたい。懐かしい、懐かしい。ありがとう、カミタン。耳で聞き取れたとこだけど、エルクっぽいなと思ったとこあるよ。どこなんやろな。うん、どこなんか知りたい。ほんで、あの、聞き間違いしてたと思うんだけどな。逆にゼラタンがオートンブシをすればいいのか。あー。もうやったかな、もう今。あみらんぶめみ、いちもんねがう、なみらんげんげんゆうに。やるけどな。いい曲やろ、ディスっぽいやろ。ディスっぽいね、でもめっちゃ好きよ。そうなんや、好きだ。ナッシースイッチ入ってきたの。何が、何で全部私3曲ぐらいしか知らんわ。3曲ぐらいな。あの、フォルテッシモっていう曲と、その愛が全て、それは結構みんなみんな3曲しか知らん。あとあれ、あの、なんとかブリッジ、あの橋のやつ、あれだろ。で、レッドキュアだよ、レッドキュアのウェイナイカーでしょ。分かるよ。そう、歌い方が基本スタジオ。それと、超ヒューマンモード、それと、あの、強く強くと、それと、あの、ノーメイタウン。その3曲なの、みんな大体な、世間一般でも。そうやな。そういう感じで。何言ってるか分かんないね。何、大友公演だったんや、もう。何言ってるか分かんない。何こ、キモンスターって、あの、セサミストリートの青い子やろ。ムックみたいな子だろ。そう、ムックは赤いでしょ。それ言ったら、あの、セサミストリートみんなムックみたいやもん。あ、あれとなんかマクドナルドはよう似とるよな。
マクドナルド似てるか似とるってなんかグレートマウンテンとかということで次の質問いきましょう。どんどんそれ気に入って3 夏のダイエットしたいのに太り続けてるうち太り続けてるうちやな、うん、ジュライさん、この間水着姿インスタで見たけど細くて羨ましいです。ダイエットの秘訣をズバリ。あら、あんなほとんど映ってないやん。水着をいやいや、ほとんど映ってない。こう、なんか浮き輪でこうちょっと上半身つっただけで、うん、今年の夏はあれ、すく水ですねなんか、聞いたけど今年はすく水らしいよ。絶景付きのなんて、ジュライって書いて走っても痩せへんよな、多分。あのね、ダイエットは運動なんか、運動なんかあったらあかんな。運動は関係ない。運動して痩せたんやったらマジでアスリートの修行ばりにしないと減らへんって、もうどんなそういうあの体のプロの人も言ってたから、やっぱ食事制限らしいですよ。で、食事制限で細くなった体をきれいにするのが運動みたいな感じらしいね。でもでご飯ってこと全部、うん、だから君の秘訣はご飯。私は普段気をつけてることは食べる順番と、うん、あとは順番、うん、だからあのコース料理の順番やんか。初めに前菜が出てきて、うん、っていうこう出てスープとか出て、メインの肉とか魚が出て最後にお米とかパンって、あの順番がやっぱ一番健康にいいのよ。あの順番が一番太らへん食い方食べ方だから、まずお野菜とかスープとかを胃に引いてお肉とかを入れて、ほんと炭水化物を入れるっていう順番を結構気をつけてる。でも炭水化物を私はあんまり制限すると元気出えへんから、私はあんまり糖質はカットしない。別にでも納豆ご飯でもキムチを入れた方が脂肪燃焼するとか、うん、ちょっとした工夫はするのと、あとちょっと太ってきたなと思ったら、うん、深夜口に入れるチョコを豆腐に変えたり、うん、今ならトウモロコシに変えたり、うん、私トウモロコシがめっちゃ好きで毎日食べてんねんけどトウモロコシのおばなんかお子さんがスーパーでトウモロコシの皮を散らかしたらお子さんに何かあったらそれおめえ買えよって言ったんだよ。去年喧嘩したやつやスーパーで なんでおめえむぐだけむいておめえ皮のなもう今住んでへんから言うけど高井戸の大関な大関そうだって去年喋った話やけどこの番組そうトウモロコシ全部剥いて捨てるから、うん、剥いてんと貝やトウモロコシかわいそうやろみたいな話で喧嘩したらかわいそうでもトウモロコシってほんまあでもトウモロコシ結構炭水化物っぽい感じらしくて、そうなん、あのダイエット食ではないらしいねんけど、そうなん、私はお通じがすごい良くなるし、あの結構満腹感があるから、うん、変なお菓子食べるぐらいやったらと思って、うん、今の時期はトウモロコシ1日1本は絶対食べてる。へえ、大阪人お好み焼きおかずご飯って言うけど俺はそうするかもしれんけどお好み焼き好きちゃうな。私お好み焼きも、うん、たこ焼きも粉もん別に好きじゃないけど、うん、でも食べる時はやっぱりお米と食べれるよ全然。でも食べるよ。イカ焼きが好き。あ、私もそれは好き。あのイカ焼きってでもこっちで言ったらイカ焼きの、うん、あっちのこのこれ大阪行ったらもうあれを何回も食べたい。あれを食べたいがために私あの近所の宝島に泊まるよ。泊まるあ、トウモロコシさんはそう言ってる。宝島に泊まってる。 NG の組み合わせは油と糖質やねんて。あ、そうなの。竹坊さん、高井戸のむずき笑ってる近い。そうか。炭水化物を減らしてタンパク質を増やすかな。あ、そうやね。だからあの例えば今の時期やったら冷しゃぶとかやったら、あの豚の脂も落とすし、ほんでそれともやしとかをポン酢でつけたりとかやったら結構お腹いっぱい食べても太らへんとか。スイカの水分が減らす、どういう意味、何がいい、ダイエットに。ジュラ様、ショッツさん、ナンシーさん、こんばんは、とお疲れ様です。高弘さん、ありがとうございます。そうやね、だから何やろ、あとは痩せたいと思う気持ちやと思うだろうし、ダイエット絶対だって自分が太る時ってあ、ちょっと1ヶ月ライブないし、まあいっかとか、あっ撮影やったし、まあいっかとか、ちょっとあ、もうこんだけイライラしてるから食べてまえとか、やっぱちょっと自分の中でまあえっかっていう甘えが出た時にボーンって太ってから、
やっぱ自分が痩せたら絶対この日までにと思ってる時って太らへんから、うん、気合いちゃうでも結果ズバリ秘訣は気合いです、うん、もやしにポン酢最高。いやもう今日それ食べるわ、私めっちゃお腹減ってきた。何事も数字を追うことが大事よ。結論気合、数字が全て。数字が全て。でそんなこと、でもあのダイエットに関しては筋肉がやから太、あの筋肉は重くて体重太くなるし、数字だけじゃないんじゃないかな、まあそうやね、見た目だと思います、体重に関しては。ああでも結局なそうだね、だって見た目がさめっちゃ綺麗かって70キロって言われても別に綺麗かったらそれでよくない、その問題な。そう、俺思い出したことあんねんけどさ、はい、昨日おかんから LINE 来てさ、え、おかん、うん、初めてパソコンでエルカイオリアンス見たわって言われて、ほんでそれで、え、そうなんって言ったけど、その後が、あの、お父さんは毎週見てるらしいよって、と思って、おとーんみたいな暇、逆になんか、あの初めましてお世話になった、まあ、さっきさ、なんか私が踊っとるなんかあるから見てみてから言われたからなんか何の話ですか。いや、おかん、いや、あの、これを見てくれって、見てくれって言ったら、おかんに逆にな、私が、私の踊りの、あれ、動画があるけど見てみってから、なんか逆にタイムラインあ、ナンシーのママが、ナンシーのママ、YouTube で踊ってるってこと。 YouTube で、あの、タイムライン何のいや、わからん、なんか、あと、その私、ナンシーのおばちゃんと LINE 繋がってるけど、タイムライン出てないで。なんか、自分、なんか、たまになんかあげるらしいですよ、自分踊り、私、ナンシーのおばちゃんと LINE 繋がってんの、実はまあ、ナルコレプシーだったりするとき私が連絡取んねん、すいません今寝てますみたいなどうも自分がショツの辻のショツローです絶対だ、お父さんショツローさんなシゲルですけど、ショツハルお父さん名前なんの、トシユキ怒られるな面白かった、すいません、はい、ということでもう一回 CM 行こうかな、はい、そうやね、はい、また全然どう男たちは愛し合っていた、禁断の恋をするならハニー。おはようございます。おはようございます。おはようおはようございます。おはよう。匠さんってなんでそんなカリスマなんすか。俺はカリスマなんかじゃないよ。やる気と根性さえあれば俺みたいにかっこよくなれるよ。一生ついてきます。君もロミジュリでホストしないか。ロミズリの CM ちゃん、あ、そうかな、はい、ということでじゃあ質問まだあるんかな、行ってみましょうか。 Q&A さん、最近のドラマなんだけど、自分も毎週見てます、ありがとうございます、嬉しいです。最近のドラマなんだけど、うちの夫は仕事ができない、見てる、もし結婚した旦那があんな男だったらどうする、あの嫁みたいに甘やかす、それとも一から鍛え直す、それとも離婚する、ジュラタン的回答よろしく、あ、新曲ダウンロードしたよ、おめでとう、新鮮な感じでよかった、ありがとうございます。ドラマのやつはもうこれもう定番やから、私うちの夫は仕事ができない、見てる、もう全然仕事できへんねん旦那が、へー、でもそれやけど奥さんはそうだよね、仕方ないよね、頑張ってっていう人やねんな。いや俺それ1話しか見てないから、ってもう見てないねんけど、私全然やっぱ食いつけねんな今日あれあの光る音、光のお父さん、私は甘やかさへんね、旦那さんやったら、だってあんなことじゃ、だってしかも奥さん妊娠したやろ確か、そうなん、あんなん子供生まれたらどうすんのって感じやから、うん、でもしさ、だからこの、うん、もしこの結婚した時にできるやろうなと思ってた旦那が仕事実はできないっていうのをやったらってことやな、うんうん、あ、そう、そうやね、このドラマでは初めて旦那様は仕事ができる人やと思って付き合って結婚もして
あの会社のなんか冊子みたいなのにもニューエースみたいな感じで写真と名前が載るぐらいの人だったのに、それはただ単に他の社員と同姓同名で間違って載ってただけあったみたいなノリで、でそいつはあのその人は結局できない方の社員やったみたいな、同姓同名のみたいな。で、あの奥さんが旦那さんの会社の忘れ物をあの届けに行った時に、お前はなんでできないんだって上司にボロクサ言われてのを聞いてしまうみたいなところから始まるドラマやねんか、言ったら私はもうありえへんよな。ほんでそのなんかもうそのいちいちできひんそのなんか理由が出てくんねんけど、やっぱり旦那が悪いんやんか。いや仕事やったらそんなことしたらあかんやろみたいな話ばっかりというか、だから私やったらもうそのままだろうな、この題名。まあ、それでできたらそうこういう題名使うもんな。そりゃそうや。でも私はあのあんまあんな嫁みたいに甘やかせへんし、鍛え直そうと思うけど、あんまりそういう人ってな、こんだけできへん人に言いすぎてそれこそストレス溜めて自殺したり首吊ったり気狂って、もう困るやんか。だからやっぱそれで変わるんよな。いやでも、いやでも反対に逆に仕事ができても真面目に仕事行かれへん人よりは、仕事ができひんくっても毎日仕事に行ける旦那の方がいいかな、それやったら。まあお金はもらってる。だって工場でも行けるやん、それやったら。例えば時給900円でも毎日12時間でも毎日12時間絶対働いてくれる人と、もう頑張れば1000万でも儲けれるけど、男子みたいに月に1回ぐらいしか働けへんだやっぱり私は900円でも毎日行ける人の方がいいから、真面目に言ってくれてるんやったら甘やかさへんけど応援はすると思う。ああ別に頑張りや、もう旦那なんやったら。いや旦那なんて、でも旦那じゃなかったら結婚せえへん、付き合ってる間に知ったらちょっとさすがに不安やから結婚せえへんかなみたいな。結婚パッドスの話覚えてるやろ、うん、真面目にやろうという意思があるなら。あでも真面目にやっても無理なやつは無理やからな。あと絹と絹の靴下を重ね履きでデトックスはかなり効きますよ。絹って高くね。へえー、じゃあ絹を2枚履きってことか。そうそう、得する。あそういうことか。あダメは得する。あそうか、うんうん、あだから結局甘やかされるってこと。あそうじゃん。ダイエットにはアミノ酸とタンパク質の摂取がいいみたいやよ。アミノ酸って例えば何なの。アミノ酸、アミノ酸、アミノ酸、そりゃアミノ酸言ったらアセロラとか。アセロラ、アミノ酸ってビタミン C だろ。いいやな、アミノ。あれは一番のストレス解消方法は何ですか。一人ずつお願いします。ロックンロールだな。それは歌うってこと。あー、まあまあまあ、奏でるってこと、聞くってこと、散らかすな、見るってこと、持ってても、あー私は一番のストレス解消法は、いやもうエルコを応援してくれるみんなの前で歌を歌ってる時やな。もうあれが一番機嫌良くなって帰ってる。確かに、あの確かに、うん、ストレス解消なんだよ、それと同時に。エンターテインメントプラスストレス解消。あ、ストレス解消っていうんじゃないかな。それでストレスを溜めてるんですか。溜めとるな、俺。ために溜めてるんですか。そうそう、もうそれまでも、あ、そういうやつと違う気もしてきた。スタジオの中でショッツに当たり散らかすんだ。そんなことないわ。あ、でもあとは洗濯は好きかも。私洗濯は好き。洗濯めっちゃ洗濯ばっかりしてんねん私。ブルブルしてる。そうで洗濯機をずっと見てんねん。あー何やってるの、うん、結構好き。洗濯機見てんの。脱水の時になったら蓋閉めんやん、もう見れんの。それを見てんねん、この隙間みたいな。隙間がめっちゃねえよ。自分気違いやん。俺もうバーってあのこう何やあのフロアの通りパッと見たら何してんの、見てんねん洗濯機で。いや落ちてくるやん。やばーみたいな。ほんまにたまに聞いといたら10分ぐらいもんね、これ見て。猫そんなんすんの。あ猫ってそんなんなんや。犬はそこに乗られへんからな、まず。やんでるのって言われへん。やんでない。そりゃやんでるの。それが好きなの。まずそれでストレスを解消するってこと。洗濯ぐるぐる回るのにてブルルルルルルル。なんかな、前も言うだったなんか料理するときがあの無になるとか、あれもちょっと無になる感じ、ただぼーっと見てるみたいな。ハンドスピナー買ったのかって、あれ意味だよな、あんまな。ハンドスピナーはあんま好きちゃうか。何ハンドスピナー。なんか今こうやって回せやったしらん。え、この前行ったやん、渋谷でなんかやってたやん、こうあのこうやってこんなんやって、あの人が店員さんが指で。あ、こんなんすんねやとか言って思った。おー、VR 行きたいよ。めっちゃ行きたいね、あの歌舞伎町のあのめっちゃやりたいね。これなんか質問が曲がってる。あ、質問まだあります。あ、ごめん、もう終わってます。質問次どうぞ。 Q&A4 え
それめっちゃ分かるわってことを教えてください。シュールな感じの OK です。俺これ来てた時に思ったことがあるね。もう暑い時にエアコン乗り回っこんなかったらめっちゃいらんってせん。あ、エアコン余計暑ない暑いみたい。私それやからもう一個ある。トイレ行きたい時におしっこずっと漏れそうな時あるやんか。ほんでやっとずっと我慢しててやっとの勢いでトイレに着いて便器に対面した瞬間漏らしそうにならへん。ならへん。いやいや、それ分かる。マジで。あ、でも漏らすことあるわ。めっちゃ分かるわ。え、漏らすって言ってる。え、分からん。うそやん。分かるやろ。分からん。マジで。あの安心する。だからもう言ったら例えばコンビニとかにやっとの勢いで着いてトイレ入れると思ったけどもう自分はもう体を出す準備をしてしまってて、やけど中に入ってもらっててガチャガチャ、やばい漏れるみたいな。わかるわかる。さっきまで全然我慢できたのに。マジで。あんまないわ。一気にな。あ、でもほらズボン下ろしてる時とかわかる。やばやばやば。そうそうそう、わかるわ。あれ最後じゃけん、あの私だあの下痢の時とかさ、最後あの蓋あげるの、もう蓋あげれずにそのままビヤンって言ってことあるもう汚いね、あんたの話は。なんでそこまで言うだよ。だってそんな話になるんだもん。もう気持ち、もう気持ち、そこは分からん。ならあんたはどうだったの。元気見つけた人はどうだったの。ジーパンに行ったの。どうせジーパン履いたの。もらえそうになったっていう話。ボタンフライだったから。もううるさい。はい、じゃあ次の。でもそれ分かるわってめっちゃ盛り上がってんか。分かるって言ってるみんな。じゃあナンシー、それ、あー、もうちゃん、もうやばいな。ほんとにやばい。 Q&A5。 あ、ちょっと待って、その前に、アミノ酸は、鶏肉、アジ、牛乳、鶏卵、枝豆。ナンシー好きなもんばっかりやん。何が？こんなか、うん。で、やってもできない仕事で無理させるよりできる仕事を一緒に考えて転職を考えてあげる。いやでもそうやっても素晴らしい。あの、まともな答えが返ってきたな。だからやっぱその甘やかすわけじゃないけど応援するっていう言葉が使える。あ、コツメカワウソ今来た。どうも。あ、コツメカワウソさん、フェイスブックいつもお世話になってます。ありがとうございます。恋愛体質花束で、ダウンロードしたくてもできません、どこで検索できますかって言ったの。あ、私これ友達にも言われてん。私友達にも、あの iPhone の子に、iPhone だと iTunes 落とせるからよかったら視聴だけでもしてって友達のって言ったら、あ、OK、ダウンロードしたよっていうことを、ジュラ全然できへんねんけどって言って、あの白紙の画面をめっちゃ送ってきて、ほんまにできへんねんって言って言ってる子2人ぐらいおって。何やろ、エルクストリートで検索。みんな何で、え、 iPhone でダウンロードしてる人ってどうやってしてくれてる。私 iPhone じゃないからできひんって言われても絶対できひんねん。今パソコン見てる人やったら、じゃあ次の画面にポンってちょっと変えてくれへん。何、次の画面に変える。この辺、これを読み取ってくれたら。 QR を送ればいいのか。でもいいかもね。だからまあ iTunes ストア行けば絶対変わると思うねんけど。そう、でもなんかその子が、いや、もしかしたら私昨日携帯変えたばっかりやから携帯がおかしいんかもって言ってて。そう、昨日変えたばっかりやし携帯おかしい。そう、 LINE も変やねんとかその子が言ってて、はい、で、あ、その子の携帯がおかしいんかなと思ったけど、もう一人おってんな、そう、同じこと言ってる人。 iTunes ストアの 100% いける。そうなんや。まあ、この QR を送ってみてもいいかな。Android の人は、レコチョク。今パソコンで見てるんやったら、携帯でこれ、かざしてみて。うん、ぜひぜひ。すぐ行けるから。パシッと、撮ってみてください。はい。まあ、レコチョクでもあるんだ。あるよ。あるんだ。うん。レコチョクだったら、私やり方知っとく。Android は、多分、まあ、こっちの方がいいのかな。多分、無理やんの。いけんの Android で。iTunes ダウンロードできんの。だからそれはアプリやろ。うん、しか無理じゃないの、知らんけど。アプリいけるやったらいけるやん。私は自分がしたことないから分からへんねんけど。無理なんじゃん。質問これで終わりなんかな多分。あ、重いっす。あ、じゃあ、あさって28日金曜日、渋谷 J-POP カフェにて、仲良しの青と緑くん、スリポルスターの3周年祭りということで、エルクストリートもリリースライブをさせていただきます。この日は、スリポルの、あ、鳥の前で、エルクは8時35分からの出番となっております。そう、とがしよる。はい、ほんまとがしよるな。で、私、この日はね、浴衣を着て、イエーイ、はい、
ライブしようと思ってます、ね、私髪の毛はみんなからピンク色していこうかな。ナンシも浴衣着たかったら浴衣あんで、まあ、浴衣ちょっと似合わない人やな。似合いそうだけどな。あ、明日家来た時に一回ピッて羽織ってみたら。あの恥ずかしいよね。恥ずかしいやん。いや、あのなんかワンマーだったらなんか私は寒いだからいつも。相川奈良との恋愛体質が危そうなった。危ない。あ、でも私も知らんけど恋愛体質を iTunes で検索したらエリクと相川七瀬さんとあともう一人しか出してない恋愛体質っていう歌を。結構恋愛体質は恋愛症候群っていう歌出してる。あ、そうなんや。あ、でも同じ感じやな。ちょっと古い言葉で言ったら恋愛症候群的な。アンドロイド無理って。あ、そう、トガシいるよ。トガシエリカちゃんもいます。富樫エリカちゃんはエリコの何ちょっと前ぐらいだったかな。恋愛依存症って曲出してください。あー、そうなったら私むっちゃドロドロした歌詞を書けそう。そうなったら俺書かれへんから、もう従来そこはもうピンとかやすい。な、私もっとヤバいもん依存症の歌を作ろうかなみたいな。どんな依存症やねんそれ。ね、そうやったら危ない。ああ、そういうあの上のな、相川奈美さんの話な。あ、恋愛依存症は俺絶対書かれへんな。あ、でもこうやってみんなに作ってほしい曲のタイトルもらうと面白くない？あ、それはおもろいな。うん、おもろいかも。お題というか、お題もらってん。恋愛依存症なんてやつは結果いない。いや、絶対おるって。ほすぎる。あ、夏休みそれ人が入ってる。あー、夏休み。夏休み、またチューブネタ。なんで誰かめっちゃチューブでさ、チューブファンがわかるやんな。あの、誰やったっけ、さっきの大友康平。大友康平のファン、前田さん許可もらわないと。いや、でも多分夏休みって題名一緒なだけでは許可もらわんでいいと思うで、うん、題名で特許取ってることはないと思うから。ないやろうな。でも夏休みっていう題名の曲をあれを知ってて出す勇気がないよな。もう今から出そうと思ったらもう来年やしな。クリス松村も熱狂的だからね。それは誰のファンで。この人からなんじゃない。あ、そうなの。分からんけど、クリス松村って誰。あれ、あ、iTunes でエルクストリートと検索して見つけたのと、あ、あ、竹坊さんが言ってくれてる、うん、え、簡単にできたよ。 iTunes でエルクストリートと検索したら、うん、au だったらミュージックストアでできる。おぐちゃんできないと思う。ドラマ見てないから設定がわからないけど、病気の場合もあるので多角的に原因を調べるのが必要。ああ、この話な。あ、銀歯入れただけでパフォーマンスが落ちるケースだったらあるから。そんなんあるんや。そうなん。え、銀歯入れてその歌唱力がまた変わるってことやね。あ、でもあの歯が抜けるだけで発音がまた変わったりするとか言うから。あ、あるよな。まああるんやろうな。正月なら間に合うんじゃん。じゃあ、あ、お正月なら。あ、なるほど、ね、でもお正月の曲っていいかもな。でもな、1日だけやねんな。歌えんのがタコじゃ持ちじゃない。タコじゃ持ち。年の初め、あと20秒。とりあえず恋愛体質様などもダウンロードありがとうございます、はい、そして28日金曜日には、両2曲を歌うライブを J-POP カフェでします。ナンシーも出演してくれます。その日は CD とこの T シャツも販売しますので、皆さんぜひぜひ会いに来てね。今日はありがとう、はい、ダウンロードまだの人は視聴だけでもぜひお願いします。日曜日川崎でも歌うで会いに来てよ。土曜日ナンシー川崎でも歌うで、はい、